みなさん、お疲れ様です。<laughs> 寒い。今半袖だったけど、ちょっと寒い。こんばんは。こんばんは。風の陣。お疲れ様でした <laughs>。そう。さっきさ、あの。 そう終わったっていう連絡を受けたのでそう思うあのー、聞いて欲しくて <laughs> 個人的にはあのー、山場が山場を一個乗り越えたんですよそうめっちゃ日焼けしたそうなんだね 山場を1個乗り越えてで今日なんだけどその山場後ってさもう何もしたくなくてで今日あのそうあの今日昨日何時に寝たかな12時前に寝て。 で今日起きたのが、あのチャット送った時間。でその。本当に信じられないぐらい寝ちゃって。もう。でもその前の日に。はあいだ、可愛い,い。そう、今日なんかさ、フレームが違くないですか。なんでだ。そう、あのー。なんだろう。 私はすべてを話してしまいそうだからかわいい言わないでおくんだけどそのえー、なんて言えばいいかなまあ世間でいうテスト期間を乗り越えたって感じ <laughs> すごいいっぱいラブレターが来る嬉しいイベントなんだねすごい。 なんかすごいさハートいっぱいあってかわいいですそうなんだけどあのー、まあ皆さんはなんか察してくれてるのかなって思っててでもそのー「あー待って <laughs> 話ができないな」うーんとえー、じゃあ,あのテスト前日ってあの私本当に。 今までは頑張れなかったんだけど今日はすごい今日じゃないねその今回はすごい頑張れて最後のその前日の追い込み期間めっちゃ頑張りましたその学校とは全然関係ないんだけどあのアイドルとしての大事なテスト期間を頑張りました。<laughs> すごいいっぱい青とピンクと赤とめっちゃ可愛いありがとうねそうあのだからあのここちょっと私の自慢ねあの私えっと今日だから23の夜にまずゾーンっていうエナジードリンクを飲んで1日起きましたそそしてでそのまま 朝レッドブルを飲んでその1日も起きましたその後のなんていうの昨日だったからもう12時間以上寝たっていうそう <laughs> そこあの徹夜とか全然できないしだけど私はエナジードリンクに頼って頑張って起きましたっていう報告をそうオール世間でいうオールをしました私は。 そう、ゾーンも飲んでレッドブルも飲んだ。でも、めっちゃ、あの、なんか、元気。<laughs> そう、全然体調、全然何もなくて。で、私は、あの、普通に。あ、そう、今日、お団子なんです。あ、二日、二日じゃなくて、あの。えー、っと。なんて言えばいいんだ。二十三の夜に。飲んで、二十三から二十四へ。 行く日に起きてを起きてそのまま24日の一日をずっと起きてってそうやっぱり人ってさ寝だだめできなないいんだなーって思いました <laughs> そう私あのさよし朝になったって思って。 で朝を感じてまた寝る気がしたからそのあとにレッドブルも飲んでそのままお家を出てったんですけれどもあのー、もうびびっっくくりりしたねびっくりした <laughs> こういう時に限ってさなんか試練が多いっていうかさなんでだろうねいろいろあるよという感じかなそう。 寒いあのそうでもなんかメールとかが全然送れなくてすごい悔しかった期間 <laughs> 送ろうと思えば送れたかもだけどそうえあの「キューピーコアアルファチャージ」ってねめっちゃ聞くんだよ <laughs> そうあのえっとねコンサート期間が終わってからまたあ二20日の時。 あの4期生イベントが4月20日あったと思うんだけどその前々日ぐらいになんかもらって飲んだらなんかその一日めっちゃ体楽でずっと踊れててそうでも踊ることもさテスト勉強と変わらないなんかなんだろうこう変わらないから。 テスト勉強してで、テスト勉強ってさあの、できななかったたところ復習するみたいな感じじゃん私はそれを勉強でするのはすごい苦手だったしそうだけど今回のそのアイドルとしてはすごい頑張れた気はするけどまあ、頑張ったか評価するのは自分じゃなくて周りの方々なのでという感じで。わーかわかいい <laughs> この何だろうハートとかさもうピンクピンクしてて可愛い大好きこういうのなんかピンクピンクしてるの好きです <laughs> めっちゃ寒いな <laughs> そううんでも楽しかったし苦しかったけどまあ山場を乗り越えてきました <laughs> そう マリオでいうとあのクリボーを1体倒したぐらい今日天気いいけどなんかなんかさ風が涼しくて寒いですそうなんですねありがとう疲れそう。 あそう泣いてたらトムがあのー、なんか面白い顔してあのー、<laughs> そうそうなんです勉強はできないと思いますできないと思います自分でできるとも言わないけどまあできないよね <laughs> 勉強は苦手ですねそうあのー、留年はしなかったけど今回残りの高校生活 また3年生をもう一度やらないように頑張りますはい3年ゼロ学期は頑張ってきたので <laughs> そう私は3年ゼロ学期っていう <laughs> ことをめっちゃ叩き込まれてきたから3年ゼロ学期2年の後半そう。 ってて言われてきたからそうその時にはもう決まってたけど大丈夫でしたそうか柴崎お疲れ様なんか「スイスイさんがあの別だった」っていうの聞いてさ「えー!?」って思って私めっちゃ見たくてそれ動画とか見てても「スイスイさんめっちゃ可愛いじゃん」 あの,あの別の時の「すいすいさん」あとあのリカさんのなんかどこだったかで上がってたあのなんかりかさんだけにフォーカスしたやつにあの後ろにすいすいさんが映ってるんだけどあの別の MV の撮影風景みたいなでその後ろにすいすいさんがあの映ってるんだけどその踊り方もめっちゃ可愛くて見てた。 <laughs> あ後日配信あるんだそうなんだねうーんえ何だろうあとうーんまあ久しぶりの配信になっちゃったけどまた配信できるときには。 していきたいと思うので <laughs> そうそんな感じかないっぱい初訪問の方がいらっしゃるありがとうございますぜひ右上のハートマークをピンクにしてフォローしてください <laughs> あそうだ明日私そうだそうだそれを書こうじゃテロップに明日前座,前座明日昼公演行きます待ってます 明日ンザガールズ』かなそう「明日全座ザガールズ」だから配信したいなーとも思ってる可愛 <laughs> い,いそうあのメイクをちょっと変えてみたんだけどわかんないよねそアイラインが茶色じゃなくて黒になりましたまあ そこじゃないんだけど明日配信できるかなそうだよね夜に頑張ってしてみようかな29も来るよかった明日はあの曲ですねえそうあの初めての生誕祭にお邪魔させていただけて嬉しい初めてなんです私生誕祭にあのー ののみんなで行くの初めて <laughs> そう,そうかいりさんの生誕祭の時ぐらいから前座のみんなが出始めたんだけどその時も行けなくてでみはるさんの時もりなさんの時も違くて初めての。 生誕祭そうケーキケーキ <laughs> イエーイそうだからぜひお祝いしてあげてくださいそう写真撮れること願ってお披露目うちは持っていくからありがとうねぜひ見ておきますそう初生誕祭 あと何だろういっぱい話したいことがあったんだけどなんだろう <laughs> あでもあのー、本当に猫って癒されるから <laughs> なんか話の切り出しが下手だねあのー、メールでも多分言ったと思うんですけど私ジバニャンがすごい今ハマってて。 ジバニャン本当に好きなのねそうジバニャンのその動画とか見ててずっと「妖怪ウォッチ」も普通に最近見てて前昔の「妖怪ウォッチ」あの映画も見てそう映画は私リアタイで見てたからあの「妖怪ウォッチ」ブームあったじゃんでその時の映画を見てて <laughs> そう あの冬にゃんとかの時冬にゃんの映画をあのお母さんと2人で見に行った記憶があるそうジバニャンが本当に好きでもう可愛くて <laughs> そうブシニャンとジバニャンが好きでもなんかブシニャンの方が好きな気がしてきて最近難しいでもブシニャン でさあんま出てこないし結局ジバニャンだし、<laughs> そうあとはそうハチワレとかなんか猫キャラクターは大体好きなんだなーって思いました。あのハチワレも好きだしあとなんだろう猫のキャラクター。 猫のキャラクターあドラえもん <laughs> そう「ドラえもんの絵かきゅうた」考えた人もめっちゃ天才だなーって思うし何から大体さ私が思ったことをすぐチャットにパッて載せたりとかあとメールでもさ長々と書いちゃうから何だろうメールで言ったことをまたここで <laughs> 言うみたいな感じになってるかも。 おまばんはー。そう、面白いよね。なんか。<laughs> そうそうだね。そう！哲学的だった。本当。そう、ドラえもん。本当に考えた人。でもこの1週間はずっと。なんか頭の中がぐるぐるしてて考えて考えて考えてって感じだから。 <laughs> 唐突すぎたそうだからうん面白いなって思った正直メール取りああ嬉しいです本当にありがとうねそうだねメール取ってない方もね見てると思うから、ね、今週1週間はもう考えた日で考え考え汗を流し筋肉痛になりの 3つの <laughs> 回転リサイクル違うサイクル <laughs> ダメだリサイクルしちゃったサイクルをしてきた1週間だから来週があのギャップでやられてしまいそうメールの書き方が配信っぽくて内容が入ってきてほんとしいなんかでも書きたいことがいっぱいあってなんか 何が言いたかったんだろうってなるかもなんだけどま許、あ、許して欲しししてていい <laughs> そうでもうん今までの私だったらテスト期間で重ねるとあのなんだろう苦手なことできないことがもう分かってるけど、まあ、なんか当日になればできるだろうって思ってやらなかったけど今回はいやダメだやらなきゃって <laughs>。 <laughs> 思えたからそうでも5月もうあと25だからさどうしようあとちょっとで終わってしまうしそうそうなんだよねあとはえーなんだろう 先週があの怒涛の東京 <laughs> 3日間で2回も行くっていう東京そう1日置いて東京行くっていうことがびっくりしたっていう期間で,で今週はもうアイドルとしてのテスト期間であってあそう生写真 やっと出たね。ージー買ってありがとねそうゲーム部の配信の時は夜だったのでそうで歌唱力が朝早くからだったので。 でもそう歌唱力の時なーちゃんと2人で行ったんだけど <laughs> 今またなんか面白いイントネーションでナちゃんと2人で行ったんだけどそうなーちゃんと2人で行ってで帰りの東京駅であのおにぎりをおにぎりのなんかお店があってで2人でどのおにぎり買おうかなっていう話をしてたらそうスタッフさんがマネージャーさんがあの 買ってあげるってなってありがとうございますってなった <laughs> しかも美味しかったしそうなんか卵焼きとかもついててなんか卵焼きがすごい美味しかったそう何用おにぎりだったかなたらこたらこおにぎりと鮭おにぎりだった美味しかった でも東京駅の思い出がもう何年も前の思い出だったからそう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 ぜひおにぎり探してね <laughs> そうでそう、まあ、でも東京行く前もアイドルとしてのテスト期間は始まってたんだけどまああんまりさその覚え始めてたけど別にそんな詰め込み期間ではなかったから。 まあ、見れる時に見ようっていうぐらいだったんだけどもうその1週間で頭に全部グッてたたき込んで, <laughs> でお腹空いてきたねそうそうなんですよ面白いことがいっぱいあるけどこれからもきっと面白いことがあると信じて <laughs> 生写真があの発売 されたのが良かっっっったたたなてて思いましたねイチゴがやったーって感じその生写真撮った時がいつだったか忘れたんだけどあのめっちゃ寒くってそあれめっちゃなんかシースルーみたいなほぼ半袖みたいな素材だったんだけどあの <laughs> めっちゃ寒くってでそのメイクさんが。 リップを塗ってくれたんだけどその時寒いです寒いですって言いながら <laughs>「大丈夫だよ」って温めてもらった気が記憶があるそうそうなんだよねあそうなの次の生写真からでボリュームツー2とかすぐ来そうな予感だよね <laughs> そう面白いなんかでも生写真撮影してる時すごい楽しいから私は好きです一番好きなお仕事かなうんそうそうそう、ね、今月もうすぐ終わっちゃうね <laughs> どうしようでもなんか5月初めからいいことがなくてなんか この一年を通してもあんま良くなかったなって思うことが起きちゃってそうでなんかそれから5月にちょっと悪いこと起きたらあ5月は悪い年なんだなって年じゃないね月なんだなと思ってたけど私それ以上にいいこと起きてたの振り返ったら起きたなって思ってだからそうやって考えるのは やめますハ <laughs> レッツゴーポジティブという感じで何かあったのうんなんかいっぱいあって昨日も昨日であのー、なんかそう移動中になんと20分遅れになっちゃってそうでしかもそれ何も関係なくてなんか道路が混んでるとかでもないのにあのー、学生の なんていうの学生のね学生の <laughs> 学生の学生のラッシュにぶつかってしまったからでその前もえー、なんだろうえー、なんだろうその前もほらこうやって意外と思い出せないから悪いこと起きても。 <laughs> だかからなんやかんややであーそうだ昨日あの水たまりの中にそうそれでなんかもう絶対に遅れちゃうってなってでそれがなんか個人的にはすごい悔しくてなんだろう <laughs> 本当はこの時間に来るはずだったのにそれが20分遅れになって2台同時に来てでなんでってなってでしかもどっちもあのもう。 学生しか乗っててなくてもうギュうギュうだったから悲しいと思ってで連絡早く連絡しなきゃと思ってポンってなっちゃってスマホが水たまりの中に入ってそれは違うねえっと違う20分遅れてきてまだ来ないってなってやばい今からだったら絶対にどんなに来てもあのダメだから連絡しようと思って。 連絡しようと思ってスマホを取り出したらこう投げちゃってもうそのままそれをがあの水たまりの中に入って <laughs> しっかり入ってあやばい終わったと思ったんだけどなんか iPhone15 に変えたばっかだししかもえ全然関係なくて iPhone15 に変えたばっかなのにそう水たまりの中に入っちゃってでもまだそれは不幸中の幸いで水たまりは泥もない あの綺麗な水たまりだったから「まあいっか」ってなったんだけどまあよくないんだけどでそのままあの連絡して「すいません遅れます」ってなってそうなんかさどんな理由があったとしても遅刻は遅刻だからあーってなってたんだけどなんかでも そう私も甘えでその20分遅れててで20分もそのままずっと待ってたっていう自分にもなんかダメだなぁと思ってちょっと歩けばまだ間に合ったかもしれないのになぁとも思ったしそうでもイレギュラーなことが起きたから今までだったら絶対考えられなかったこと が起きてしまったからいいいてないなと思いました <laughs> そうまださ自分のさなんだろう寝坊とかで遅刻するならさなんだろうもう100%自分が悪いってわかるからもうなんだろう絶対に。 やっっっちちゃいいいけないことをしてしまったっててまたう気持ちに自分が100%悪いって思えるんだけどそうなんだろうまさかのまさかじゃないですか学生がさあでしかも20分後に来たのにそのじゃ例えば今何分だろう7時1分だけどじゃあ7時1分に。 来るのと7時1分に乗ればよかったのにその7時1分が7時2分と同時に来たからどっち乗っても変わんないってなっちゃってうー悲しいっってなった <laughs> そうだったらちょっと早く一緒に来てほしかったなって思うけどでもそうやって考えるのもなんか。 うーん結果は結果だしなぁとも思いながらねまあそんなことがあったけど急に語っちゃったごめんねそうだからうーん難しいでも うーんそのなんだろう7時1分のに乗ればもう普通に考えて逆に早く着きすぎ10分15分か15分前にもう到着する予定だったのにそれがまさかの20分遅れて。 だったから苦しかったうん乗ってる時もさなんか泣きそうにななっっちゃって <laughs> なんかそうこうやって頑張ってる時に神様は味方してくれなかったんだって正直思っちゃったけどその後に駒が「なんかこんなこと駒にそのこんなことがあったんだよ」って。 そう言ったら「でもこれからの本番はいけるんじゃない?」って言われてああそうやって考えられるのかと思って私はそのなんだろうじゃあテスト当日になって朝からそんなことが起きたらもうああこの日はダメなんだなこれからも多分ダメなんだなって思うけどコマはその。 次最初に悪いことが起きたからより悪くない逆に成功するかもって考えられる頭を持ってたからそれにすごい励まされた <laughs> そうそうなんだよね 上がるしかないって考えてたからすごいなんだろう褒め,ら褒められたっていうかその勇気づけられたからすごく頑張れました <laughs> そうなんだろうねでもみんな考えてることを悩んでることはいっぱいあるし皆さんもきっとあるし。 いろいろ頑張って行こう。頑張って行こう <laughs>。そう今日負けがすごい響いたね今日負けそう昨日今日負けあと世界はどこまで青空なのかって本当にいい曲じゃない私あの大好きなんだよね。あの今日負けとかあとまあ、春どこ とかもう大好きなんだけど、まあ、当たり前に当たり前に大好きな曲なんだけどあの世界はどこまで青空なのかも青空なのかももともと好きではあったけどなんか NGT に入ってからより好きになっちゃった気がするなんでだろうなんか本当にいいい曲じゃないですかだから <laughs> すごい好きになっちゃったなあってそうしみる あと振り付けとかもさすっごいなんかそう胸が苦しくなる涙がなんか勝手に出てくるような曲だから本当にいい曲だなーって昨日帰ってからもそのこんなことがあったけど頑張ろうって思って今日頑張ったし今日負け聞いていいやと思って。<laughs> 今日も明け聞いてでその後に世界はどこまで青空なのかも聞いてあのさあユニット明けのあの2曲って思い出いっぱい公演でユニット明けの2曲ってさ本当にいい曲じゃないですかその後のの MAX もなんだけどあそこに私はあの考えてるなってすごいあ蒸発した水分もねそうみんな意外とあそこ来るよねわかる 蒸発した水分アけの空き,缶パンク、ね、<laughs> 空き缶パンクもめっちゃいいよでも今日負けそうユニットを開けてそれからの今日負けと世界はどこまで青空なのか本当になに何だろう泣かせに来るポイントじゃない公演のあの2曲は。 わかるちゃごな大好き <laughs> 大好き大好ほんとにゆうはさんも好きなんかわちゃごなの違う思い出いっぱい公演の初日があのゆうはさんが先だったんだっけなゆうはさんをあの衣装も着た状態で見たんだけどあの びっくりしちゃって、なんか綺麗すぎて、目を奪われてしまいました。で、その後のマッシーさんも。信じられないほど、なんか輝いてて。わっ。あ。あ。ってなって <laughs>。そう。あの、優波さんとマッシーさん見て。ああ、この衣装似合うのって、こういう人たちなんだなー。って。なんか遠くを見てしまった <laughs>。そう。 あとあの泣きべそ書くまでの大塚さんと日向さんのウエストの <laughs> 細さが <laughs> そうびっくりしちゃってあなんかなんだろう先輩方こんな細いんだから私もっと細くなんなきゃって思ったし正直そう自分は正直あのまだ細い方だとは思ってたんだけど その学校の中ではまだ細い方だなって思ってたんだけどアイドルなんだからもっと細くなんなきゃって思っちゃってそうなんかある程度いい感じに細くなろうって思いました <laughs> そうあと私は4期の中で最ワーストワーストで体感がないからそう。 そう、東京行く時もスタッフさんと話しててであのー、そうあの <laughs> そう「ねヒロカッぴはねあの4期の中で行ったら一番体感ないもんね <laughs>」って言われちゃって「ああそう体感ないもんね」って言われちゃって「そうですね自分でも気づいてはいるんです」って <laughs>。そう でも体感がないとなんかより何だろうダンスとかが何だろうハキハキしなくなるからそう <laughs> ストレートに <laughs> そうふにゃふにゃなんか姿勢が悪く見えるって言われちゃって確かに私もともと猫背なんだけど何だろう姿勢より正そうって思ったし体幹鍛えようと思ってあの最近はまあ テスト期間だったからやってないんだけど、今日から体幹トレーニングをしようと思います。<laughs> 頑張ります。なんかあのダンスがそんなに得意じゃなくても体幹があればなんか何でも綺麗に見えるからみたいな言われて、あわかりましたってなって、そう頑張ります決断をしました。そう。 体感があるとほんと何でも綺麗に見えるからってアドバイスを頂い,いてそうなんだよね背筋伸ばして歩くだけでも今今の体勢がさもう背筋伸びてないからそういうとこじゃないかな。なんか気づいたら 私ゲームやってて一番頂い,いた代償は猫背だから見に来なかった分背骨に来ちゃったから <laughs> そうこれから頑張りますそうあれプランク とかもさ私本当にあに30秒も続かないぐらいで最初なんかみんながな「1分やりまーす」みたいな1分? <laughs>」「1分え嘘でしょ?」と思ってそう「嘘でしょ?」って思いながらなんかでもみんな1分何食わぬ顔でしてるし私一回本当にもう信じられないぐらいこう,こうなっちゃって <laughs> で。ダンスの先生に 体感ないねって言われてそうかといってあの私はマッスルマッスルになりたいわけじゃないからそう <laughs> 30秒もできなくて腹筋も苦手かも腹筋はなんか,か気持ち悪くなる腹筋すると私が。 なんか動きが気持ち悪いって言われる腹筋する時 <laughs> なんか体力テストをしたんだけどあのー、体力テストをする時に腹筋するじゃないですか腹筋という名の状態起こしかこういうやつやるんだけどあのー、なんか起き上がれなすぎてこう横にこうやるからこうやりながら腹筋を起こすからなんか芋虫みたいな <laughs> そうなんかこうこう。 こうなりなりがら起きてくるからなんか気持ち悪いってあるとであとなんかうんそういう面白い動きをしちゃったからそういう子いるよねそう私なんです。体も硬いけどまだ体が硬いけどそのみんなもなんか硬いから私はまだマシな方にいるんだと思うでも体感は明らかに私がないから。 <laughs> そうそうだねあとはなんだろうなうんでもダンス本当にやったことなかったからあとんだろう誰かの前で踊るっていうこともなんだろう恥ずかしいから恥ずかしがり屋だったから全然そう。 難しかったけどなんかみん,みんなの前に立ってやるのめっちゃ楽しいって気付いてからもっと頑張ろうって思えたし緊張がほぐれてったから私はより頑張ろうって気持ちになれてるのかも成長したかどうかは分からないけど <laughs> そう。 そうでもアイドルになってから一番鍛えられたのはメイクだからその私本当にメイクの仕方わ分かんなかったからそう日焼け止め塗って外に出てたぐらいだから NGT になってからみんなから教えてもらってメイクをダンスめっちゃ楽しい踊るのめっちゃ楽しいって正直思うでもも踊っってるととここもっと なんだろう先輩はここめっちゃ綺麗だけど私がやるとなんかひょろいなって思うこともあるからなんだろうやっぱそういう時に体感が大事だと思いました <laughs> そうなんですよねそう重要なんだよ体感大事なんだよ そうあとなんだろうなうんまあでもあの前座っていうねそのステージに立てる機会を頂い,いてるからそこでよりなんだろう成長した姿を見せていけたらなと思います。 コンサート乗り越えてからの前座マジでレベル上がってて感動してほんと嘘コンサート乗り越えてからの前座ってさレベル上がってますかなんかまあ私の話じゃなくて4期全体のことかもしれないんだけど柏崎からつお疲れ様ですほんとに前座上がってますかレベルすごいそれをめっちゃ聞きたいかも私 皆さんの意見を聞きたいかもどういうところが上がってるのかとか聞きたいそうでも最初に比べたら全然あの堂々とできるようになったえー、私のことほんとしいありがとうね <laughs> すごい嬉しいですでもコンサート期間はほんとに あの私の全てを確立してくれたと思ってるから私は本当にひなたさんに感謝しかできないしいや感謝しかできないっていう言葉もおかしいね、まあ、感謝するべき存在だからそうめちゃめちゃ感謝してるけどあのバックダンサーの時にあのダンス指先までしっかり意識しなきゃいけないとかんだろう足の形とか。 なんか全部教えてもらったからそのレッスンもなんか朝早くからでバックダンサーの「彼女と波乗りかき氷」がなんかそう NCT 祭りうまくなったホンしい堂々とできるようになった伝わってるのかな指先までの気遣いとか体の使い方がええ本当 感情表現もよくなってる嬉しいです <laughs> そうでも私は前座の4曲はあの全部笑顔でと,とにかく笑顔でやる曲だと思ってたけど意外と全部さ全てが笑顔ってわけじゃないからそうなんだろう面白いいなーって思いましたねあとはえー、でもその。 バックダンサーの,あの時にひなたさんと先生とバックダンサー組4人でレッスンをしててもうこんなことないじゃん <laughs>。だからあのびっくりしてたんだけどなんかひなたさんはこう踊るんだっていう。私だっっったたら今まで普通にこうやてて踊ってたけど 日向さんんは一個手を大きく回すんだなここはとかそういうとこをずっと見てたらなんかダンスってそうやって研究していかないと大事だん研究していくのが大事だしそう貴重な経験だったのそう。なんかひなたさんのかいりさんもなんか言ってたけど。 いつもリハーサルの映像が来た時に自分じゃなくて日向さんを見るっていうことを言ってたと思うんだけどそのことにあのすごい共感をしてしまったからなんか日向さんならこうやって踊るんだなってそうだから日向さんのおかげでなんかより頑張んなきゃいけないっていう気持ちが芽生えた。 そう。日向さんから本当に学んだなって思うしあとコンサート期間で普通にあのめちゃめちゃ振り覚えが早くなった今までの私と比べたら遅い方だけど早くなってきたなって思うそうかな <laughs> かなそんな感じかな うん、そんな感じですけれどもどうでしょうかそう経験値そう今までさもうこ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 うだったのが一気にこうなって <laughs> カンストしちゃったからそうなんだろうひなたさんのそのそうだね自信がある感じひなたさんの優しさ とか、なんだろう、すべてが、やっぱ自分の憧れでしかなくて。止まった。止まってる。なんでだ。おお。 止まってる。なんでだろう。なんで。うんー、なんだ。